皆さんこんにちは、噺家の柳家三之助です。今日皆さんをご案内するのはこちら、品川水族館です。大変お恥ずかしい話なんですけれども、品川区民のこの三之助め、品川水族館初めてなんでございます。この夏、それから海、魚、我々噺家とはイメージが合わないかもしれませんが、今日はそんなイメージを壊すべく水族館のスタッフの方にいろいろ話を伺って、一日楽しく遊びたいと思います。品川水族館のある品川区民公園は、四季折々の花や綺麗な水辺が人気の公園です。自然の中で自由に活動できる潤いのある場所として、広く皆様に親しまれています。チケットを買いました。さあ、ここで皆さんに耳寄りな情報でございます。ここは大人1300円という料金なんですが、品川区民の方は割引料金900円で入れるということなんです。私も品川区民でよかったです。じゃあ入ってみましょう。いらっしゃいませ。おはようございます。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。ハムレットがありますね。あれ、ジャンプアップカード。こちら3ポイント達成されますと、シールかアザラシ柄のタオルがお選びいただけます。はい、5ポイント達成されますと別の景品が出まして、7ポイント達成されますとイルカのトレーナー体験か魚の餌やり体験、もしくは当館オリジナルの T シャツとのお機会になります。あ、そうですか。こんな、はい、そんな豪華商品がいただけるんですか。そうですね。じゃあ貯めなくちゃいけませんね、これね。はい、ぜひチャレンジしてみてください。はい、品川水族館は平成3年、海や川との触れ合いをテーマにオープン。トンネル水槽やアザラシ館が評判の品川水族館には、現在およそ450種の魚や動物が暮らしています。ゆらゆらと漂うクラゲたちによる癒しと憩いの空間、クラゲたちの世界もスタートしました。いろいろ教えていただくのは品川水族館の茅沼さんでございます。今日はよろしくお願いいたします。早速中へ入ってまいりましたんですが、こちらは品川と海という水槽ですね。はい、品川の地元の海はどんな風になっているかという、そしてそこに住む魚はどんな魚がいるのかということを、まあ、展示した水槽ということになります。はい、なるほど。品川の海にも様々な魚たちが住んでいるということがよくわかりますな。こちらは水量およそ500トンを誇る品川水族館最大の水槽、トンネル水槽。全長22メートルの海の散歩道です。この大きな水槽には一体どのぐらいの種類の魚がいるんですか。数字的には65種類。65種類。はい、1500匹点ぐらいというふうになってます。はい、日本の海っていうのは大体どのぐらいの種類の魚がいるものなんですか。去年で約4000種、はい、日本の海川湖にいると言われてます。品川水族館ではダイナミックなイルカショー、愉快で可愛いアシカショーも毎日公開しています。いやー、実にお見事。さぞかしトレーニングを重ねているんでしょうね。動物たちはもちろん、スタッフの皆さんも大変だ。イルカやアシカっていうのは、まあ、魚ではないっていうのは我々なんとなく知ってるんですけど、はい、これは どういう仲間って呼んだらいいんですか。海の中に住む哺乳類ですね。海の獣と書いて海獣類と言います。あ、海の獣と書いて海獣ですね。はい、海獣ってのはあの品川沖からこう上陸してくるとか、そういう海獣ではないです ね。先ほど訓練してた技っていうんですか、あれ技って言っていいのかな。はい、技ですね。あれあんまり見たことない技だなと思ったんですけど、はい、なんか名前とかついてるんですか。名前はサブロクとつけました。サブロク。サーフィンやスノーボードの
種目であるんですけども ありますよね確かに、はい、こうぐるぐるっと一箇所でもある、はい、それからちなん で, でサブロクと名付けた、はい、イルカ飽きたりしないんですかね。しますね。飽きるんですか。飽きさせないようにやるのが、ね、あ、こううまいことおだてながら、はい、餌をあげながら、はい、そうですか。水族館のスタッフはイルカやアシカのトレーニングだけではなく、水槽の清掃や餌やりはもちろん、水質管理や弱った魚、動物の治療まで行っているんですって。いやーすごい。はい、せっかくこうやってね、水族館楽しんでますが、あ、たった一人で楽しんでいるというのは面白くありませんので、今日は地元のこの鈴ヶ森小学校の6年生の生徒さんに集まっていただきました。品川水族館に初めて来た子はいますか。いない。ってことはもう何度も来てる。何回ぐらい来てますか。3回かな。3回ぐらい。あ、3、4回。サラちゃん2、3回、はい、5回以上はあります。お、結構来てるね。なんか今日特別になんかさせていただけるってことで、せっかく来てもらって、まだ水槽の餌がちょっと残ってるんでね、ほうほう、もしよければ、手伝ってもらえればと思います。餌ですか、はい、じゃあ皆さんにも張り切って手伝っていただきましょう。はい、はい、頑張ってください。頑張ります。というわけでスタッフの方に教わりながら、サンゴ礁に生息する魚たちの餌を作ることになりました。材料はアジやエビ、アサリ、オキアミなどです。それとこう分けたりね。いやでも大丈夫だと思うよ。お腹壊すってことはないでしょ。じゃあ普通に丸飲みです。飲み飲みしちゃう。だからそれぞれ口の大きさに合わせて飼育係にして。今作った餌の他にどんな餌があるんですか。タツノオトシゴの仲間、それからガーデンイル、うん、チンアナゴ、ニシキアナゴっていうのがいるんだけど、それは口がすごい小さいんでね、なかなか一番小さい餌、これも食べてくれないのね。で、生きた餌しか、動いてる餌しか食べてくれません。でそのためにね、水族館ではわざわざこういったこの網の生きたやつ、あ、動いてますね、はい、それからあと小さい魚にはこういった、金魚の餌なんかをもっと小さく、ああ固形の粉の餌、はい、こういうのをね、してやったりしてます、はい、さあいよいよ餌やりです。魚たちに餌が行き届くよう水槽の上から餌を振りまきます。でももうちょっと上手くなると自分のあげたい魚の口元にポーンとそれを飛ばすことができる。場所がいいよ、さっきと同じところ。いいよ、どんどんあげちゃって。あ、また来た、また来た。意外とね、さっきからね、フグがね、出遅れるんですよ。特別に水族館閉館後に館内を探索させていただきました。誰もいない水族館というのも幻想的でいいものですね。実はね、何度もこちらへ来るとスタンプを集めて、また餌作りの体験やなんかできるんですよ、ね、だからまたぜひ遊びに来てください。夏休みこれからね、機会もあると思うんで、友達を誘ってまた品川水族館に来てくれますか。はい、はい、はい、ありがとうございます。いかがだったでしょうか。水族館というのは単に魚を見るというだけではなくて、まあ、いろんなことを勉強できる場所だということが分かりました。鈴ヶ森小学校の子どもたち元気いっぱいで、まあ、そんな子どもたちの出会いも私は今日は目いっぱい楽しみました。さて、次回のとっておきの品川、どうぞお楽しみに。品川水族館へは京浜急行大森海岸駅、 JR 京浜東北線大森駅からお越しください。大井町駅からは無料送迎バスも出ています。